今日はエバーラスティング33を応援してくださる佐藤製薬さんをご紹介します。佐藤製薬さんは2010年の現役時代から14年間にわたりずっとサポートをしてくださっています。長い間のご支援があってこそ今の私があるので心から感謝をお伝えしたいです。佐藤製薬さん本当にありがとうございます。サンクスツアービヨンドでは会場で私の等身大パネルと写真を撮ってくださった方もたくさんいらっしゃると思います。いつも公演後に SNS をチェックして写真が上がっているのを見るととても嬉しくなりました。以前佐藤製薬さんの CM でタップダンスを披露したことがあるのですが、実はその際に振り付けしてくださったのが私のタップの先生でもありますし、今回のゲストダンサーとして出演していただくタップダンサーのヒデボー先生です。 CM の時よりも何段階もレベルアップしたタップがお見せできるように私も本番まで一生懸命練習をしたいと思います。そしてヘルスケアイノベーションの推進という佐藤製薬さんの思いも届けられるように私も挑戦し続け、スペシャルな一面をステージからお届けできるように頑張りたいと思います。